昭和16年12月8日、ついに宣戦の大将は下された。宿敵米英と戦闘状態に入ったのである。この日未明、我が精鋭はマレー半島クダバル・シンゴラに敵前上陸を行った。この時シンガポールにいた敵英国東洋艦隊主力は保釈にも我を襲撃すべく北上してきた。この方に接するや我が索敵潜水艦はこれを捕捉撃滅すべく出動した。勇士らは吉報を待った。腕を伏し心を躍らして吉報を今や遅しと待った。それはまさに嵐の前の静けさである。時刻は次第に過ぎていく。いや、近づきつつあるのだ。刻。敵艦ミュウ。時まさに12月9日15時15分。機関だ。敵英東洋艦隊が発見されたのだ。今の宿敵にまみれる時が来たのだ。そうだ、今の来たのだ。戦の成否は本ミラの双剣にあるのだ。行け、空を有しよ。
にクレナントしている。海上は雨雲低く立ち込めて何者も見えない。無念、危機に変えさざるを得ない。スコールは去ったが敵艦は見えない。大魚は逸したのである。空の勇士も海の勇士もと無念の涙を飲んだ。くれば12月10日再び敵艦を発見した。おう、見よ、呆然と進みゆく巨大艦を。これぞ英帝国が不沈艦と世界に誇る3万5000トンプリンスオブウェールズ号だ。艦板に14インチ砲4連装1機、2連装1機。砲甲板にも14インチ砲4連装1機、合わせて10門の主砲だ。広角砲は16門あるぞ。艦載機は4機だ。中でもご自慢ものは25連装のポンポン砲だ。その弾丸の発射数実に1分間6万発だ。まさに沈まぬ戦艦だ。英帝国が世界に誇る不沈艦プリンス・オブ・ウェールズだ。続く戦艦は何か。あの特殊なマストを見よ。これぞ3万2000トン2番戦艦デバルス号だ。砲は15インチ砲、前に4門、後ろに2門、合わせて6門。単装広角砲は12門、艦載機は同じく4機。速力は31ノット、快速戦艦デバルスだ、デバルスだ。この砲に接するや我が殺敵機は直ちに出動。殺敵3番機はついに予定線を越えてしまったが、敵艦の影は見えない。燃料は次第に絶望した。おう、危機艦だ。敵艦隊だ。
索敵3番機の燃料は次第に沸騰してきた。しかし3番機は頑張った。遊軍機の車では何が何でも頑張った。頑張れ頑張れ頑張れ3番機よ。おい遊軍機、遊軍機、遊軍機はついに来た。一体まだ一体爆弾を積んで魚雷を抱いて必勝の信念を持って飛来した。海を表した。敵艦が見えたんだ。おう、一番艦だ。ルイスとウェルフ号だ。英帝国機関の基地隊の人艦を今だが沈めるのだ。そうだ、沈めるのだ、沈めるのだ。5万兵がユニオンジャックを叩き撃つのは今だ。東洋艦隊の断末魔の型なんだ。ベルトを狙い、ネパルスを本部へ。
方、両機が火を発した。火を発した。魚雷は発射しない。まだ発射しない。まだ発射しない。お、発射した。が、機体はそのまま進んでいく。そのまま進んでいく。体当たりだ。体当たりだ。体当たりだ。艦を沈めた者は誰か。それは我が宇敵海軍だ。そうだ、我が宇敵海軍航空隊だ。そうだ、我らの海の現しが沈めたのだ。そうだ、我らの海の現しだ。我らの海の現しだ。